中河内橋から望む河内貯水池。河内貯水池は、福岡県北九州市八幡東区の二級河川、板櫃川本流上流部に建設された河内ダムによって形成された人造湖。日本製鉄が管理を行う民間企業所有ダム。高さ 43.1 メートルの荒石モルタル製の重力式コンクリートダム。官営八幡製鉄所の鉄鋼増産体制に対応するため、需要が増大する工業用水確保を目的として建設された。完成以来現役で稼働しており、南河内橋とともに土木学会戦勝土木遺産に認定されている。北九州国定公園に指定されている。1914年第一次世界大戦による鉄鉱物の需要増加に対処するため、八幡東区から小倉北区を流れる板櫃川をせき止め、1919年に着工、1927年に竣工した。官営八幡製鉄所の土木課長だった沼田久則が中心となり、設計、施工に当たった。堰堤は高さ 43.1 メートル、幅189メートルで、石造りの立派な造りであり、着工当時は東洋一の規模と言われた。ほとんど人力で工事は進められ、延べ90万人が動員されたが、一人も殉職者は出なかったという。以降現在まで目立った水漏れはなく、貯水池は現役で稼働しており、日本製鉄九州製鉄所八幡地区への工業用水供給を続けている。2007年11月30日、近代化産業遺産に認定された。南河内橋や吊り橋などが存在し、北九州市の観光名所の一つである。下流には川内桜公園が整備され、近辺には川内富士園をはじめ、河内温泉紫陽花の湯、更荘三が内登山口などがある。南河内橋貯水池に架かる橋梁として、1926年竣工の貯水池に架かる長さ133メートル、幅 3.6 メートル、計間66メートルのレンティキュラートラス構造の南河内橋がある。通称はメガネ橋。日本での建築例は3例しかなく、唯一現存している。2006年12月に重要文化財に指定された。現在は北九州市が管理し、歩行者、自転車専用となっている。湖畔には河内サイクリングセンターが設けられており、冬季以外の土日祝日及び春休み、夏休み期間中、自転車の貸し出しを行っている。川内貯水池一周にサイクリングロードが整備されている。また、川内貯水池サイクリングロードから接続するルートとして、市南部方面には、八幡東区田代から小倉南区増渕ダム一帯の増渕ダムサイクリングロードまで接続するルートが福岡県道297号増渕八幡東自転車道線として整備されている。その他、西部方面には八幡東区豊町から上山町までの貯水池の送水路跡を利用したルートが穂柱自転車道として整備されている。ありがとうございます。